きら星のごとく輝く8人の若鯉たち、ようこそ広島へ。カープの未来を背負って立つルーキーたちの入団会見で2000年の夢が膨らみました。一方、天皇杯を順調に勝ち進むサンフレッチェ広島は明日大阪でヴェルディ川崎と激突。勝てばいよいよ元日決勝です。こんばんは。こんばんは。メリークリスマス、いかがお過ごしでしょうか。私もこのスポテンが最後になります。今日が最後なんです。そうです、ね、本当大変お世話になりました。本当ありがとうございました。その木下さんの最後を飾るにふさわしい、今日はですね、木下さん、はい、ゲストをお呼びしております、では早速ご紹介しましょう。その人はこの人です。メリークリスマス。はるばるサンタといえばフィンランド、先進地の水の都からやってきました、花坂爺さんではありません。1900年代最後のゲストは西田真嗣さんです。よろしくお願いします。まあ、ここまでやらせるのがこのホテルの遊具だけですね。西田さん、その白い袋の中にこれ何が入ってるんでしょうかね。はい、これ何が入ってるんでしょうか。この中にはですね、子供さんたちの夢をね、はい、プレゼントとしてですね、置いてあります。はい、このいいね、この明るさがね、なんとも言えないね。どうも、こんにちは。ね、さあ、この後一体どんなお話が飛び出すんでしょうか。西田さんと木下さんのカープについてのトークは CM の後です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。